はい、不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はですね、ついにね、禁断のあの話をしていきたいと思います。それはね、大島テル物件についてです。大島テル、なんだ大島テルっていうのはっていうふうにね、思われてる方いらっしゃるかもしれませんが、不動産投資家であり家主さんであるならばですね、大島テルっていうのはよくよくご存知だと思います。大島テル、まあね、ググってもらったらすぐ出ると思うんですけど、要は事故物件をね、掲載しているサイトというふうに思ってもらって間違いないと思います。今ね、こちらに大島テルっていうサイトが出てるんですけど、大島テルさんの、大島テルっていう名前のね、ややこしい、大島テルっていう名前のサイトね、があるんですけど、まあ、要は地図が出てきましてね、その地域では過去事故がありましたよと。事故っていうのは要は殺人とかね、自殺とかね、まあ他殺、まあ他殺が殺人でしょうか。まあそういったね、事故物件であるっていうことがね、まあその、ユーザーさんがね、書き込んだりするケースもある。で、大島テルさん自身がね、実際入力するケースもある。また、はたまた不動産業者さん、まあテレビ関係の方、まあ業界関係の方がね、個人がね、まあ掲載するケースっていうのはあるらしいです。まあいろいろね、問題になってることは問題になってるんですけど、まあ実はね、私自身この大島テル物件をね、実は7年前所有したことがあるんですね。そのことについてね、ちょっと詳しく話していきたいなと思います。当時7年前、まあ今と同じく私不動産業者をしていました。でね、まあ、場所を言うと差し支えがありますんでね、200万円でね、当時 買わせてもらいましたね。で、200万円で戸建て、車庫付きで、駅からもそんなに距離離れてなかったと思いますが、調べてみますとね、実はそこでご主人さんが自殺されたと。その家の所有者の方がですね、自殺されたということがね、後で調べて分かりました。で、さらにですね、その物件でご主人さんが亡くなられた2年後ぐらいにですね、奥さんが後追いで、首を吊られたという物件を僕が買わせてもらいました。まあ値段がね、手頃だったっていうこともあるんですけど、それを当時私は買いましてね。で、どうしたのかと言いますと、ある程度手直しをして、で、人に貸しました。で、買った時のね、中の状況はどうだったのかと言いますとね、まあ中は比較的きれかったです。もうほとんど手を加えずとも人に貸せるような状況でした。まあある程度ね、手直し、まあ費用をかけて手直ししたんですけど、首を吊られた場所がね、階段のとこだったということで、その階段のね、上り口のところに塩がね、こうやって袋に入った、小袋に入った塩がね、置かれてました。ビスでね、刺さって置いてました。それがね、やっぱり一番最初を見た時に印象に残ってる部分ですね。で、まあ当時僕が買って、で200万円、まあ通常そのあたり近隣同じぐらいのグレードの家を買おうと思えば5、600万してたと思います。実質半額以下ですね。で、僕が買ったと。で、当然ね、不動産業者なんですけど、向こうの担当の方からね、この物件は事故物件だよと説明をきちんと受けました。で、重要事項説明っていうのにね、その内容も記載されてました。で、その日に私がサインをして購入したと。で、今現在ね、どうなってるのかと言いますと、まあ僕自身がね、買って人に借りてもらって、賃貸で貸してね、で、まあ数年所有したので別のオーナーさんに実は買ってもらいました。その大島テル物件をね。で、入居者もいずれ出て行って、で、オーナーさんもそこで手放すよということだったんで、別の方に売却させてもらいました。その時に一度私仲介に入らさせてもらいました。それからあとですね、どうなったのかは僕は知りません。ただね、一つ言えるのは、僕が買った時ね、人に貸す段階で、実はこの物件事故物件だよっていう説明はきちんと行いました。重要事項説明という書面にね、この物件は心理的貸し物件であるというふうに書いて、お客様の方にきちんと宅建主任者の方が説明しました。それに納得してもらってね、まあ当時近隣相場より安い値段で賃貸で借りてもらいました。
ここまでがね、僕が知ってる情報なんですね。僕が当時7年前に買った物件で、今ね、そういった物件を買うのはどうなのかとかね、いろいろまあトラブルとかないのっていうところがね、この視聴者の方はね聞きたいところだと思いますが、一応ね法律上ではね、まあ後でこう法律出しておこうと思うんですけど、心理的瑕疵物件はね、10年経ったりとか、あと間にね別の入居者が入ったりするした場合は説明しなくてもいいよというふうにはなってます。ただですね、僕はねちょっとその考え方に疑問がありましてね、自分が買って人に貸す場合は当然説明しないといけない、そういった事故物件の場合は。ただ次の方が出られても、また新しい方が入っても、僕は過去にそういった事件があったんだよということは説明するべきだと思います。理由はね簡単です。自分がその物件を借りて住むときに聞かずに契約してしまうとトラブルになるからですよね。あと借りる側の人の立場に立てば、例えば自分が住む物件、人が過去そこで自殺、首吊り自殺をしたとなった場合、分かった場合ですね、いい気しますかね、隠す理由なんてないんですよね。結局今、まあ、オープンになってますし、こういった大島テルっていう、ね、サイトがね、まあ立派にありますので、調べようと思えばいくらでも調べれるんですよ。ですからそういった物件っていうのは必ずオープンにしていくと、そういったリスクがある方、リスクが分かっている方だけがね、こういった事故物件っていうのを買われてもいいのかなというふうに思います。でね、正直シンプルに僕の感想を言います。買った時ですね、なかなか入居者ね、やっぱりつかなかったです。多分半年ぐらいつかなかったかな。それはやっぱり事故物件だよっていうことがやっぱり一番大きなネックになってたと思います。ただね、当時振り返ってみて入ってもらった方は生活保護の方でしたね。で、敷金礼金もかからないようにしてました。要はつまり周りのね金利相場から考えて随分安い値段で借りてもらってたと思います。そういったね、やっぱりリスクっていうのがねある程度あるっていうことをね理解した上でね、こういった大島テル物件っていうのはね買われた方がいいのかなと。で、まあ確かに近隣の相場と比べるとね安かったっていうのがね、まあ正直なところだと思うんですけど、その安さとね次また借りてもらえるかっていうところは全く別の問題になってきますのでね、そのあたりのリスクはね背負い込める人だけがねこういった大島テル物件っていうのを買われた方がいいと思います。ここから注意です。たまにね不動産業者によってはこういったリスクをね説明しない業者があります。ゼロじゃないと思います。やっぱりね自分が仕入れた物件を早く売却したいっていう理由、そういった理由もあると思いますんでね、今実際自分が物件を買われようとするオーナーさんとかね、まあ、不動産投資をしたいっていう方はね、ぜひこの大島テルっていうねサイトっていうのはね必ず覚えておいて損はないと思います。自分がこれから買う住所も番地も当然分かるわけですから、大島テルで検索すればねすぐ分かります。まあ全部が全部ね 100% サポートしているわけじゃないんですけど、大まかな大きな事件事故っていうのはねこのサイト見ればね一瞬で分かりますんでね、また後でねこのサイトの使い方っていうのもね動画に収めていこうと思いますんで、今日はね大島テル物件をね買うか買わないかっていう話をね実際にね買った僕がねリアルにお話しさせてもらいました。まあ結局はね出口なんですよね、これもね一緒です。再三ね私が説明させてもらってる通りです。買った物件をね結局人に売るんだと、最終的に人に売るんだと、まああと借りていただくんだというふうになった場合ですね、その部分がリスクになるというのは間違いのないことですので、そういった部分をねしっかり理解された上でね買われるのをねおすすめしますってことでね、今日はこの動画終わっときます。以上です。投資塾塾長の菊ちゃんです。はい、おまけ動画撮っていきたいと思います。今ね1月の終わりに近づきまして、もうすぐ2月なんですけど、2月3月になりますとね、地方から一人で住みたい、まあ大学に行きますんでね、まあこれから初めて一人暮らしをしようという人がね増えてきます。うちでもね、まあ
何件か今あのお客様でいらっしゃるんですけど、特になんですけどね、まあこれから社会に出たての若い子っていうのはですね、まあまだ経験が少ないですからね、いろいろ分かってないことが多いんです。特に多いトラブルをね順番に挙げていきますとね、エアコンエアコンなんですけど、まあエアコンはね当然うちの方でクリーニングしてお客さんに貸すんですけど、長いこと使ってますとねフィルターにこうホコリが溜まっていきますよね。まあそういうのをね交換したことない人が結構います。まあほっとでもね勝手にエアコンで綺麗になるんだろうと思ってる人がいる、若い子は特に思う、まあ親がね今までずっとしてたので仕方がないと思うんですけど、エアコンが調子悪いとかね匂いがするとかってよく言われるんですけど、エアコンのメンテナンスとか掃除っていうのはね入居者自身が行わないといけない。そこまでねこちらの方で面倒は正直なかなか見れないので、あの鍵を渡しするときにねエアコンのメンテナンスは自分でやってねって一言付け加えるように言ってます。あとね書面でエアコンのハウスクリーニングは自身でやってくださいねっていうのはね契約書に書いてちゃんと説明してます。それぐらいしないとねなかなかやっぱり伝わらないのが結構多い。あとね鍵の紛失がむちゃくちゃ多いでね、鍵の紛失うちの場合どうしてるのかと言いますとね、鍵は基本ねうちは預からないようにしてるんですよ。もうほとんど預かってません今はね。だから鍵をお客様に3本お渡しするんですけど、まあ、大体2本から3本お渡しするんですけどね、紛失した場合は鍵屋さんの方に言ってもらって自分で開けてもらわないと対応ができませんという形で言ってます。当然鍵屋さんを呼びますとね1万円1万5千円かかってくるんですけど、そうでもしないとね例えばうちの事務所に鍵を置いてたり、まあ、どっかに保管してたりしますとね、もし泥棒が入った時入居者にものすごく迷惑がかかるのと、例えばねアパートに泥棒が入った時にねうちが疑われる可能性があるんですよ。でそういったリスクもありますのでね、もうここ10年はね鍵は全部お客様にお渡しして、何かあった時例えばまあさっき言ったトラブルがあった時はね全部自分で対応してもらうように、これはね申し訳ないですけど今そういう時代です。コピーなんか何本でも作れますんでねこっちの方でね、ですからそういった防犯の意味でも考えてね入居者の方で全て対応してもらうっていう形、この2点をね特に注意してます。まあ、これから部屋を貸されるワンルームね若い子に貸そうという方はねこの2点を付け加えるとねだいぶトラブルが減るんじゃないでしょうか。ってことで今日は終わっておきます。以上です。ありがとうございました。